ブギーマンがやってきたブギーマンは子供たちが往々にして信じている伝説上のもしくは民間伝承における幽霊に類似した怪物である。ブギーマンにはいかなる特定の外観もない。実際のところ同じ近所でも家によって全く異なる姿で信じられていることもある。多くの場合、ブギーマンは子供たちの心の中でいかなる形も持たず。 単に不定形の恐怖が実体化したものである。気になる恐ろしい人物や事象に対し比喩的に用いられることもある。親は子供が言うことを聞かない時にブギーマンがさらうと脅し、言うことを聞かせようとする。ブギーマンはおそらくスコットランドが発祥であり、そこではこのような存在がボーグル、ボガート、ボギーなどと呼ばれる。ブギーマン伝説は土地により異なる。あるところでは、 ブギーマンは男性であり、他のところでは女性である。米国中西部のどこかでは窓を引っかく。また、寝台の下にいたり、タンスの中だったり、子供が夜寝ないと食べたりする。イボを伝染したりもする。子供のする悪いこと、例えば指、しゃぶりのみを標的にすることもあれば、悪いこと一般を目標にしたりする。アイルランドでは沼地にこのような妖精が住んでいて、 子供と遊びたいために一年と一日間誘拐するという。ボギーはおそらく恐ろしい幽霊を意味する中世の英単語、ボガ、ブーガに由来する。他の欧州言語にも同語源のものがある。ボガ、ボグル、マン、ブセ、バルクン、プーカ、ポーカをアップーカ、ポカ、ブワガをアブワガン、プキ、ピクシーあるいはピスキー、プック、ボグ。この言葉は東南アジアでは一般に、 インドネシアのスラウェシ島南岸の海洋民族のブギス人またはブギス人海賊を指し示す。これらの無慈悲な海賊は初期のイングランドやオランダの東インド会社の貿易船を苦しめた。一般には欧州の船乗りが東南アジアから恐ろしい海賊を意味するブギマンという言葉を持ち帰ったものとも信じられている。 しかし語源学者は、欧州による東南アジア植民地化の何世紀も、前から、ブギーマンの原型となる単語が用いられていたこと、当時西洋人が、ブギス人を知っていたとは考えがたいことから、この考えを否定している。また、イギリス人がナポレオンに対して用いていた、別称、ボニーから派生し、時を経て、ボニーマン、ブギーマンへと変化したという説もある。 このような存在はほぼ普遍的なもので、さまざまな国の伝承にある。ウェンザブギマン、ゴーズトゥスリープエブリイナイト、ヒジックスヒズクロゼットフォー、チャックノリス、マクナブ、クリスエンシェントレジェンズ、フォークロア、ニューヨーク、スコラスティックインク、2007オンラインエチモロジーディクショナリ、ーオンラインエチモロジーディクショナリ、2007年12月13日閲覧。クーパー。 ブライアン、ヘリキシカルリフレクションズインスパイアードバイスラボニック、ボグ、イングリッシュボギーフロム、エースラボーニックルート、トランザクションズオブザ・フィリロジェクル・ソサイティ、ボリューム103、ナンバー1、エープリル2005、pp73 から97。この論文では、スラブ語言説は否定されている。イン・インドネシア。ワシントン・ポスト、2007年10月17日閲覧。ザブギネセ・オブ・スラウェシ。 2007年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年10月17日閲覧。エルククイハズルーツディープインボーダーフォークロアーアーカイブの2006年12月6日、アットアーカイブ、イズ、ハロウィン3は、た作品と話がつながっていない外伝的作品。ありがとうございます。